爆速プリウス実車公開予定2023年12月12日トヨタの大法人は12月19日に開催されるトヨタガズレーシングフェスティバル2023インバンコクで新モデルプリウス 24HLE マンズセンテニアル GR エディションの車両を展示すると発表しましたプリウスは 1997年に初の量産ハイブリッドカーとしてデビューし、その歴史的存在として知られています。最新の5代目は誕生から25年を迎えた2022年に登場し、環境性能の高さに加え、魅力的なデザインと優れた運転性能を持つ進化を遂げました。 第2世代 TNGA プラットフォームや19インチの体型タイヤの採用により、さらなるスポーティーな外観となっています。動力面では2.0リッター直列4気筒エンジンと、プラグインハイブリッドシステムを組み合わせ、例、時速 100km 加速は6.7秒というスポーティーな性能を持っています。 この5代目プリウスをもとに特別なエアロパーツなどを追加したスポーティーモデルプリウス2 4 h l ーマンズセンテニアル GR エディションが2023年6月6日に初披露されました外見ではカーボンボンネットフードやサイドスカートリアウイングなどのアクセサリーが付けられレーシーなデザインとなっていますまた ワイドフェンダーと最低地上高の低減により、よりダイナミックな姿勢を持っています。夜間でも視認性を向上させるためのマルチヘッドランプも装備されています。この新型モデルは、初公開時から高い人気を得ており、5代目プリウスのさらなるスポーティーな進化を期待する声が多く上がっています。2024年1月には、 東京オートサロン2024が開催される予定でこのモデルに関するさらなる情報が期待されています。